9位さぬき、8位富山の10位対決。さぬきにとってはホーム最後のナイトゲームになります。そして今日は選手たちエスコートシニアと手をつないでの入場となります。今年で3回目ということになります。ホームさぬき11人、このメンバーです。ゴールキーパーは清水、ディフェンスライン右から柳田、長澤、浅田、高木、アンカーの位置には佐々木渡、2列目右から渡辺、重松、池、木島哲也、トップの位置には2試合連続ガラハ和樹が入ります。一方富山のフォーメーションです。ゴールキーパーはベテラン榎本、ディフェンスラインは右から大、脇本、今瀬、前島、中盤低い位置には稲葉と花井、右サイドに大谷、左サイドには白石、ツートップには平松と佐々木陽次が入ります。から離れた柳田、キッカーは高木、向こうサイドを狙ってきたヘディング、これはゴールの右、最後は木島哲也でした。ボールを持って出しどころを伺う、長いボールを平松に当てて白石、大谷へというボール、大谷が突破した、大谷の突破、中へのクロスヘディング、先制はカターレ富山。苦しい時間帯が続きましたが、点を決めたのは平松修、さぬきの一瞬の隙をついてみせました。前半17分、8月7日に新潟から加入したばかりの平松、30分が経過しました。ボールを持ちました富山、大谷、大谷が自慢のスピードで縦に仕掛けた、シュートを打っていく、これはブロックに入りました。最後は浅田、右サイドでつなぎます、斜めのパスが出る、池勇気のシュート、池の良さが出ました。しかしシュートに勢いはありません。中央すらして佐々木陽次、最後は不意に来たボール当てましたがゴールの右、大谷が裏を伺っています。代わって入った荒堀とマッチアップ、脇本うまく奪った、中村亮、中村が行く、失礼、受けです、 PK です、PK を獲得しました。そしてレッドカード、一発退場、エリア内で倒してしまいました、一発レッド。残り30分余りを10人で戦うということになりました富山。キッカーは重松健太郎、しっかり決められるか、大きなプレーになりそうです。外した、バーの上、重松が外しました。少し力が入りました。柳田、裏へのパス、いいボールになった、森川シュート、ワンタッチシュートはキーパー正面、いいボールが出ましたが最後はキーパー榎本、前島から右サイドバックの八木下、再び裏を伺う大谷へ、平松のシュート決まりました、追加点、今日2ゴールの平松修、1人少ない富山が追加点、2対0突き放しました。威力はありませんでしたがコースが良かった平松、富山に加入後今日が初ゴール、そして2ゴール目、アディショナルタイムは5分です。残りの時間で攻めて追いつきたい、重松のヘディング、これも枠の外、柳田、縦の渡辺、クロス、もう一度重松のシュート、これも枠の外、
立て続けに重松のヘディング、目安の5分は経過しています。そして両手が上がって長い笛、試合終了、1人少ない富山2対0勝ちました。アウェーさぬきの地で勝利、2連勝です。